はい、こんにちは、秋田川と申します。今回はですね、新古のハードで発売されますイーバを使ったイーバ宣告者儀式デッキの紹介ですね。で、まず一つ、これで今39枚しかないんです。というのもですね、先ほど調べた結果、マンジュゴッドが1枚足らなかった。このスリーブ、いや確実に入ってたはずなんですけど、どっか行ってるんです。で、スリーブが、このスリーブがどこにも見当たらなかったんで、ごめんなさい、ちょっと1枚足りない状況でやってます。それだけはご了承ください。本当に申し訳ありませんでした。本当にすいません。じゃあまず説明というか紹介から。まず普通のモンスターから。マンジュゴッドが、2枚ですけど、マンジュゴッド3枚ね、3枚で、センジュゴッド2枚、サイバープチエンジェル3枚、緑光の宣告者が1枚、釈光バーミリオンですね、釈光の宣告者が2枚で、イーバが2枚、力天使バルキリア2枚、聖杯の妖精リースが1枚、天理の創造士1枚、クリスティアが2枚。普通のモンスターが以上です。次、魔法カード。儀式の準備が3枚、リチュアルチャーチが3枚、バーミリオンプロフェシーがね、デグレアラープロフェシーが3枚、儀式の下準備3枚、機械天使の儀式1枚、テラフォーマーズ1枚。そして最後に、儀式モンスター。サイバーエンジェル弁天、弁天だよ。の、弁天だよね。弁天が3枚、バーミリオンデグレアラーが3枚、そしてサイバーエンジェルビシュヌが1枚以上ですね。それじゃあ、説明していきましょう。マンジュゴッド3枚は、まあ、ここはいいとして、3枚ね、3枚だよ、3枚だよ。で、センジュゴッド2枚にしたのは、サイバープチエンジェルと、ちょっと被っちゃうっていうのがあったので、やはりサイバープチエンジェルの方がこのデッキだと、多いですね、役割が。で、緑光の宣告者とバーミリオンデクラーラね、ここら辺もどうなのかなって感じはするんですよね。グリーンとバーミリオンは、まあ、バーミリオンの方が当然強いんですよ。当たり前なんですけど、バーミリオンは強いんですけれども、これは、まあ、イーバから持ってくるための弾の一つなので、ですので2つ用意してる。まあ先行で打ちやすいっていうのが、相手先行渡した時にこっちとこっちだと、まあ魔法の方が重要なデッキもありますから。で、イーバが2枚。イーバの効果は皆さん知ってる？知ってます？テレコンな効果、墓地の、まあこれが墓地に送られた時、まあ墓地の天使族を、これ以外のね、天使族を除外して特殊召喚する、サーチできる、2枚サーチできるっていうので、単純に考えてパーデックからこれを切ることによって墓地を除外して、さらにパーデックの弾を増やすっていうです。で、墓地に送られたら何でもいいので、もう召喚してリンクリボを出してっていうのもいいです。それでも発動する。まあ、ただコスト必要ですけどね。で、力天使バルキリア。これはそうですね。千獣万獣を引かなかった時に、こことここ並べとけば、まあ、パーデックで相手の魔法トラップを止めて、まあ、力天使でサーチすれば1枚稼げる。まあ一番いいのはイーバサーチすることですね。多分それを見越して作られてると思うな。で、聖杯の妖精リース。これはですね、墓地に存在するとき、手札の天使族を切って手札に加えられるんですけども、イーバ切って手札に戻すっていうことができる。もうそれだけです。で、さらにはイーバでサーチできるよ。で、天輪の創生士。このカードが召喚してるときレベル1の天使族を蘇生。まあ、イーバを蘇生しますって感じですね。これもまあ、ストラクに入ってるんで容易でしょう。入れるのは。で、さらにそれを、まあ、リンク召喚に使ったりとか、他で言ったら、まあ、最悪の場合、自爆特攻してもいいですよね。いいから。で、クリスティアが2枚。結構ね、サイバーエンジェル、弁天とパーデクで出すことが容易なんで、さらにイーバのおかげで墓地調整も結構簡単なので、出やすいと思います。先行だったらこれを目指しましょう。で、儀式の準備、魔法カード。儀式の準備が3枚、リチュアルチャージ3枚、ここもいいでしょう。リチュアルチャージなんて、あれですかね、イーバを蘇生するためのですね。イーバだから、ほんとイーバを過労死させるデッキなんで、これ。まあ、1なんで即蘇生できるっていう点と、魔法カードをサーチできるっていうですね。で、デクララープロフェシー3枚、儀式の下準備3枚、機関天使の儀式1枚。機械天使の儀式は出すことがこれしかないし、出して旨味の反応。まあ、それ以外だとあんまり意味ないから、まあそうですね。サーチ先として置いとくぐらいの勢いの方がいいかな。もしくはパーデックを守るために墓地にさっさと落としとくっていう割り切りもありです。で、テラモン1枚と。で、機械が儀式モンスター。サイバーエンジェル弁天3枚、パーデック3枚。ここもいいとして、まあ、ビシュヌ、まあ、いらないかな、別にビシュヌ。そんなほど使うときなかったし、打点が欲しかっただけだから。ここ抜いてなんか他の、まあ、千獣もう1枚増やしてでもいいですしね。千獣万獣3枚体制でもいいですし。はい、以上になります。ちょっと駆け足だったんだけどね。エクストラなんですけども、これもエクストラ使わないというか、使っちゃダメなんですよね。使う必要あんまないからな。まあ、基本的にリンクリボーを過労死させることは確実。それぐらいかな。リンクリボーと、あとまあ、ランク1のなんか、ランク2のなんか
ランク2のデグレアラーとか入れとけばいいんじゃないかなぐらい。そんなもんだね、うん、使わないがあんまり並ばないからね。ただ打点が低いんで打点を取りに行けるカードは入れてていいかもしれない、正直。まあ天輪の創生師からリンクにつなげるためにリンク2を多く入れるのはありだと思います。コードトーカーとかアカシックマジシャンとか。アカシックマジシャンは特に便利ですよね。あのフィールドにあるモンスター戻しといて、まあ、例えばイーバなんか戻し、イーバなんかを戻して、まあ、パーデックの効果で切ってもいいですし、リースの効果で切ってもいいですしみたいな。でさらに相手も戻せれば、まあ、打点が1段になるからこのデッキだとすごい便利。1段って結構強い、ライフ取りに行けないからね、ここを盾にできないから。はい、それでは以上になります。イーバ戦国者のデッキレシピ紹介でした。またお会いしましょう。バイバイ。